フジテレビ、大谷くんの新居が観光地になってしまいました。ごめんね。フジ、港社長が大谷新居報道を改めて謝罪、ご迷惑をおかけし、大変申し訳なく思っております。新居に多くの観光客や地元の方が訪れる状況が発生しているということですので、今週、放送やホームページ上で視聴者の皆様に大谷選手の自宅をはじめ、プライベートな空間を訪れることはお控えいただくようお願いいたしました。こういう他人に責任すりつける素法嫌い。大谷、いいよ。ふんど、ドジャース広報、お前らの取材パス停止な。放送するやつも行くやつも登場人物全員バカ。藤が買い取って大谷ミュージアムでも自費で作れば許されるかもな。この港ってトンネルズにやりたい放題させてたやつよな。ようやっとるフジテレビとかいう勝ち組エリートに嫉妬してるここの弱男が叩いてるだけ。終わってるやろこいつら。第一声が謝罪じゃなかったら許さない。アナウンサーが謝ってるんだからいい加減許してやれよ。そのうち世論が逆転しそうだね。アメリカ人がフジテレビなんか見るわけないんだから 100% 関係ないやん。ほんま大谷が怒る理由がわからんわ。大谷屋敷の住所はこちらです。ここには行かないようお願いいたします。エリートだか学歴層に対する嫉妬がひどい。フジって大谷にも取材拒否されてたようなマスコミって失礼なことしすぎだろ。人のプライベート空間を撮影すんなよ。お詫びにテレビ局の社長の住所公開しようや。謝ってるからフジの方がマシという風潮。ご視聴ありがとうございました。